最悪の事態はとりあえず回避した。巨人は12日の阪神戦、東京ドーム、を1対0の冷風で逃げ切って3連勝。初回的質で1点を奪うと、先発、山崎が7回途中無失点で8勝目をマークした。前日に、不動の3番、エリエ・ヘルナンデス外野手、29、が中堅守備で左手首を骨折。そのショックを勝利で拭い去った監督も。 彼が来て、ここまで浮上できたというのもあるしね。みんなそう思って彼に敬意を表してのことだと思いますとベンチに飾られた、42のユニフォームに頷いた。この日の勝利はチームにとっても大きかった。実は球団は今月9日からオンラインストアで紙スケット。エリーグッズの受注を開始、9月には実店舗でも販売する予定になっている。だがチーム内の一部からは、 原前監督の2021年途中にワッショイミコシを作って大失速している触らぬ神にたたりなしではないけど神様方面を扱うときは慎重になった方がいいと神の文字を心配する声も出ていた巨人はリーグ3連覇を目指した21年に指揮官が唱えたワッショイベースボールに応じる形で勝利後ヒーローがミコシを担ぐパフォーマンスを行っただが 9月20連敗を喫するなど、まさかの大失速で3位に終わっている。もちろんグッズと今回のヘルナンデスの怪我に関連性はない。それでもこの日、阪神に惨敗していたら、ネガティブな声が増えていたところ、巨人がチーム一丸となって嫌なムードを振り払った。